かつて東北地方の山あいに繁栄を極めた町がありました。この町には駅があり、毎日多くの人や物を運んでいました。しかしいつしかこの町を支えていた産業はなくなり、多くの人が町から去っていきました。そして今はわずかに繁栄当時の遺構が残るのみとなりました。今回は廃墟になりつつある町に残された駅と周辺に残る栄華を極めた遺構を訪問します。釜石駅から列車に乗って20分、陸中大橋駅に到着しました。ホームに降りてすぐに視界に入るのは巨大なホッパーアート。昔から陸中大橋駅の象徴的な存在です。かつては周辺の山から採掘した大量の鉄鉱石の積み出しがこのホッパーから頻繁に行われていました。構内にこれだけの規模の遺構が残る現役駅はそうないかと思います。今でも数本の側線がある比較的規模の大きい駅ではありますが、ホームからでもさらに数本の留置線の跡や積み出し線の跡などを見ることができます。かつては相当規模の大きい駅だったことが伺えます。まずは駅の外に出て繁栄当時の遺構を見てこようと思います。現在駅舎は残っていませんが、かつてはここに大きな木造駅舎がありました。今も敷地跡が広く残っていますが、駅舎の痕跡はありませんでした。駅を出て矢印の順番に団地跡や鉱山跡を散策しようと思います。駅前のバス停ですが、土日の運行はご覧の通りです。ここは世界遺産関連遺構の最寄りバス停ですが、とても寂しい運行状態です。鉱山跡までのメインストリート沿いの住宅街には空き家が目立ちます。街を彩っていた商店たちも今はひっそりとしています。団地跡に移動してきました。当時にはここにいくつもの集合住宅が立ち並んでいましたが、今は痕跡すら残っていません。一角に不自然なトンネルを見つけました。どうやら団地の中心部に続いていたようです。鉱山跡に来てみました。訪問した日は休業日であったものの、他に訪問者はなく、近代産業の国の文化財ではあるもののとても静かです。建物群の裏に見える鉱山の山肌はとても神秘的で、古い神殿のようにも見えます。明治から平成にかけて大きな繁栄をもたらしたこの鉱山も閉山して長い年月が経ちました。今も残る遺構は訪れる人を静かに見守っているように感じます。駅の近くに戻ってきました。この辺りも広大な団地の跡が広がっています。駅の裏にはそばでホッパーを見れる場所があります。駅から見えたトンネル入り口の上に来てみました。ここから駅の全景を見ることができます。この景色も良いのですが、場所を少し移動します。駅の遺構を正面から見れる場所に移動しました。朽ちた神殿のような積み出し施設の遺構はとても神秘的です。でもここは遺跡ではなく、れっきとした現役の駅であることが不思議に思えます。長い歴史が刻まれたこの姿は誰もが見とれてしまいそうです。住宅地を通って駅に戻ろうと思います。今は寂れてはいますが、当時の賑やかさがどことなく感じられます。
に戻りました。校内の向かいの山に駅を見下ろせそうな神社を見つけました。神社へは警報器のない踏切を越えていくしかなさそうです。通行には細心の注意が必要です。途中間近に見えるホッパーアートはとても大きく迫力があります。山道は比較的緩やかで登りやすいのですが、この日は大量の鹿の糞が散乱していました。踏まずに進むのは至難の業です。ある意味これが参拝における一番の注意点かもしれません。神社の名前は分かりませんでしたが、境内はきれいに維持されていました。最後にお礼をして帰路に着こうと思います。期待していた駅の眺めですが、残念ながら見通しが思ったより良くありませんでした。駅前に立派な郵便局があります。ここだけ時の流れが違うように見えました。他の場所は長い間時が止まったような感じなので、その差が大きく感じました。今回駅を含め世界遺産に関連した様々な遺構を見てきました。大橋駅周辺は訪れる人も少なく静かですが、日本の近代化の歴史を伝える貴重な場所です。ぜひその魅力を探求しにこの駅を訪れてみてはいかがでしょうか。ご視聴いただきありがとうございました。